早く扉を閉めて。ちょっと待って、まだ兄貴が向こうの車両に。何？今度は何なの？あ、兄貴さんが外したみたいです。何を？この車両と2両目の連結部分を。ここは俺に任せろ。ちょっとお兄ちゃん、正気？何カッコつけとんねん、お前！いいから俺のことは気にするな。お前らは扉を閉めて、そこでおとなしくしてりゃそれでいい。バカなこと言わないで。さあ、早くこっち。ただのデクノボーだと思ったら意外と根性があるんだね。うっせえ、グダグダ言ってねえでかかってこい。この俺が相手になってやる。いいだろ、兄貴。とっとと来やがれ、化け物め。俺は必ずあいつらを守ってみせる。もう絶対に誰も失ったりしない。なぜならあいつらは俺の大切な仲間だからだ。
兄貴はどこだ？ピエロピの姿も見当たらないわね。あ、皆さん見てください、あそこ。兄貴。兄貴、兄貴、しっかりして。それから他のみんなも。ごめんね、遅くなっちゃって。あの列車ブレーキが壊れちゃってたから、自然に減速するまでにだいぶ時間が。そんなことはどうでもいいわ。それより兄貴、大丈夫なの？たく、無茶しよってからに。私、バニラに聞きたいことがあって。なに？私が海底遊園地で記憶喪失になったのもバニラの仕業なの？違うよ、あれはただの偶然。あんなことになるなんてバニラも思いもしなかったよ。その後はタイミングを見てバニラからいろいろと説明しようと思ってたんだけど、どうしても言えなかったの。ちょっと変なことが気になっちゃって。ごめん、まだ言うかどうか迷ってるんだ。兄貴、ハイパニキークについてもっと詳しく知りたいんですか？それではまだご説明していない食べた時の効能についてお話しますね。ハイパニキークはハイバニキークのハイパー版。カイバニキークは脳の記憶を司る部分を修復して洗脳を解く効果がありましたが、ハイパニキークはそれを上回るもっと強力な洗脳を解除できちゃう不思議なキノコです。本来人間には生まれつき霊体を視認できる能力が備わっていて。え？意味がわからないですか？赤ん坊が何もない虚空を見つめたりするのはこのためなんですよ。猫もたまにそういうことしますよね。ところが人間の場合、成長するにつれ霊体は見えなくなってしまうんです。これは成長とともに霊なんてないんだよという洗脳にかかってしまうから。他の皆さんに霊体が見えないのはズバリこの洗脳のせいなんです。パイさんたちに霊が見えるのはこの洗脳がかかりにくい体質だからではないかと。で、その洗脳を解いて脳をハイパーナチュラルな状態へと戻してやるのがハ
ハイパニキーク。つまり厳密に言うと、見えないものが見えるようになるのではなく、見えてしかるべきはずのものが見えるようになる。それがハイパニキークの効能というわけです。本当に見つかるといいですね、ハイパニキーク。私、キノコ的なものには詳しいんです。そういや、ピエロピのやつ妙なこと言っとったな。あいつの目的の一つは裏切り者にお仕置きをすることだとかなんとか。裏切り者、どういう意味なんやろ。レイチョ、ひとまずその話は気にしない方がいいよ。とにかくピエロピとマイクの目的はみんなをもう一度捕まえて再洗脳することにあるんだから。つくづく思うが、ワイラってこっつ強運の持ち主やな。ついに俺にも不思議な力が。みんなを守らなきゃって心から思ったとき、体の奥から何かが吹き出してきたんだ。レイチョ、お前の時もそうだったのか。ありがとう、兄貴。兄貴のおかげで私たちこうして笑っていられるんだよ。礼だったらまずはタッツンに伝えろよ。俺は勇ましく戦ったあいつの姿を見て、いても立ってもいられなくなっただけだ。タッツンと兄貴、二人のおかげだね。二人とも本当にかっこよかったよ。ええ、タッツンもだけど、兄貴の力も本当にすごかった。みんな次々と信じられないような力に目覚めていくわね。なんだか僕たちってスーパーヒーローみたいだね。いや、ちょっと違うんじゃねえか。スーパーヒーローだったら一人でも戦えるだろう。俺たちの力はそうじゃねえ。仲間と支え合うことで初めて生じる力なんだ。致命的な弱点が。カラムーチョがないと火を吹けないのよ。山口県の雪山で私は火を吹けるようになった。その話は列車の中でしたわよね。つまり私も不思議な力に目覚めちゃったってわけ。カラムーチョを食べた時じゃないとその力は使えなくて。とにかく早くどこかでカラムーチョ手に入れないとだわ。今日はこれまで以上にヘビーな一日だったわ。内緒にしてほしいんだけど、実は中古のカラムーチョ食べちゃったの僕なんだよね。なんですって。あー、中古聞こえたわよ。犯人はモーちゃんだったのね。
りにもお腹が空いちゃってて。だったらなんで袋だけ残しておくのよ。せめて残りがだけでも味わってもらおうと。なんなのよそれ、どういう発想。もうこういうのはやめてよね。本当にごめん。次はちゃんと食べたら袋は捨てておくから。ここって三重県になるのかな。三重といえば松阪牛だけど。私のことを思い出してたんだ。バニラが死んでからのこと。あの日バニラは突然死んじゃって、気がついたら家に一人ぼっちで佇んでたんだ。それから特に意識することもなく、ぼんやりと学校に通い続けたの。今思えば自分が死んだことを受け入れられなかったんだと思う。最初のうちは頭の中がぼーっとして、まるで夢を見てるようで、学校にはお兄ちゃんもニョロもチューコもみんないて、バニラみんなと一緒にいられるだけで幸せだったの。でもそのうちだんだん意識がはっきりとしてきて、自分は死んでるんだって理解できたのはだいぶ経ってからのことだった。すぐそばにいるのにみんなにはバニラの姿が見えない。大声を上げても泣き叫んでもその声はみんなの耳には届かない。それがとても寂しくて辛くて。そんな時パイとボチがバニラのことに気づいてくれたの。しかも二人は前と同じように接してくれて嬉しかったな。友達ってこんなにあったかいんだって。感激でバニラ大泣きしちゃったよ。その後転校してきたレイチョにも見えることが分かったんだけど、バニラが今もこうしていられるのは三人のおかげだよ。レイチョたちがいなかったらとっくの昔にどうにかなっちゃってたと思う。本当にありがとう、バニラに気づいてくれて。中のバニラ？もちろんバニラは洗脳されてなかったよ。だってバニラ幽霊だからね。あの時洗脳状態じゃなかったのはバニラとレイチョとポチだけだったはず。パイは洗脳されてたはずだよ。パイがあんまり凶悪じゃなかったのは最後までドッキリだと思ってたせいかな。逆にお兄ちゃんは一番タチが悪いくらい洗脳がディープだったね。あの洗脳は心の状態に左右されるみたいで、それと潜在能力を引き出してくれる効果もあったらしいよ。ほらあの時のお兄ちゃん頭良さげな感じだったじゃない。普段は勉強なんてからっきしだけど、お兄ちゃん本気を出せばできる子になれるはずなんだけどな。バニラが大阪に行きたがってた理由？
海底遊園地を調べてた時に知ったんだけど、実は大阪にね、マイクにはバレないように隠れて暮らしてる人たちがいて、その中に幽霊とお話しできる霊能者さんがいるって分かったの。その人から話を聞けば、いろんな謎が解けるんじゃないかと思って、それでみんなと別れた後、一人で大阪に。探してた人たちを見つけるの、めちゃめちゃ苦労したよ。だけど、どうにかこうにか会うことができて、その人たちね、マイクの支配に抵抗するレジスタンスの人たちだったの。で、その人たちはマイクのことが許せなくて、マイクを倒す方法を日夜研究してるんだって。だからマイクについてすごく詳しくて、昼間バニラが話したマイクの情報も霊能者さんを通してその人たちから聞いたんだ。そういえば、海底遊園地を調べてるとき、幽霊のバニラにも入れない場所があったっけ？どこだったかな？さっきの表現には驚いたな。ほんまほんま、あのマジメンジャーのタッツンがな。人ってわからないものね。そんなに変だったかな。ちゃうちゃう、かっこよかったっちゅ意味や。うん、とても頼もしかったな。ブス呼ばわりされたのは腹が立ったけどね。私も普段好き勝手言ってるからお愛子ってことで。みんなめっちゃしびれたぜ。電気だけにな。タッツン、あの根拠のない自信はどっから湧いてきたの？よくわからないけど、みんなを助けなきゃって思ったら自然とね。今こうしていられるのはタッツンと兄貴が覚醒してくれたおかげだ。みんな二人には感謝してるわ。サンキューな、シビレンジャーブラック。お前はほんまもんのヒーローや。マイク、人類から感情を奪った AI、 世界をこんな風にした元凶、私たちを海底遊園地のポットに閉じ込め洗脳したのもマイク。私の敬愛する宝石塚の言葉にこんなものがある。この世で最も許せない罪は人の心を踏みにじるものだ。マイク、私はお前を許さない。今日はさすがに疲れたな。あのピエロピアロボットだった。バニラ、そう言ってたんでしょ？うん、そうだよ。って答えても、答
この声はニュロには聞こえてないわけだけど。デスゲームの時のピエロピはバニラが用意したもので、それ以外のやつはおそらくマイクという AI が改造したもの。そうそう、それにしてもバニラのプログラム技術はすごいわね。もともと才能はあると思ってたけど。いやー、それほどでも。幽霊になって能力が飛躍的に伸びたのかしら。おう、言われてみればそんな気も。必死だったのね、私たちのために。死んだ後になってまで。バニラ、一人で苦労かけたわね。ありがとう、ニョロ。機関車の修理は完了。すぐにでも動かせるわ。機関車のことだけど、壊れてた油圧系統は直したから、ブレーキは効くようになったよ。ポチったらすごいのよ。私もパパの影響で工学関連は全般的にかじってたんだけど、ポチの機械工学の知識とスキルは本物ね。機関車の修理はポチがメインでやってくれたの。みんなポチのことゲームやってるだけのオタクだって思ってるけど、ポチにはこんなにも優れた才能があるのよ。きっと将来優秀な技術者になれるはずよ。そんな大したことないよ。僕はただ機械に詳しいだけで。バニラの姿が見当たらないけど。ちょっと前にお散歩してくるねって言って、ふらふらっとあっちの方に。散歩？そっか。ところで兄貴、本当に大丈夫なの？何が？さっき左足を押さえて痛そうにしてたでしょ。もしかして怪我してるんじゃ。心配すんな、どうってことねえよ。それにしても兄貴、なんであんな無茶な真似を。それはあの時タッツンが全力で俺たちのことを守ってくれただろう。その姿を見たらなんだか自分のことが情けなく思えてきちまって。僕は別に。いや、それだけじゃねえんだ。実は俺、あの時バニラの声を聞いたんだよ。もういい加減にして。みんなを傷つけようとするようなやつ、バニラは絶対許さないんだから。
その瞬間、俺は全てを悟ったんだ。お前らの言ってたことは正しかったんだって。ってことは、今までの俺はかなり痛いやつだったってことになるよな。お前らに当たり散らして不快な思いばかりさせちまって、そんな自分のことが俺は許せなくて。みんな、今まで本当悪かったな。別に大丈夫だよ。おい、分かってくれりゃそれでいい。俺マジでどうかしてたと思う。バニラを失ってから、まるで体の半分がなくなっちまったみてえで。なあ、いつも思うんだが、このイチゴ模様のクロス、なんとかならないのか？別にいいでしょ。誰も見てるわけじゃないんだし。だけど。切ってもらってるんだから文句言わないの。いないと何にもできないよね。朝も目覚ましじゃ起きられないからバニラが起こしてあげてるし、脱ぎ散らかした服も下着もバニラが洗濯機に入れてるし、鉛筆を削るのも靴の紐を結ぶのも熱いラーメンを小皿に取り分けるのだってみんなバニラが。もういいだろ、わかったって。兄ちゃんは何にも分かってない。もしもバニラがいなくなっちゃったらどうするつもり？このままじゃダメだよ。ちゃんと一人で何でもできるようにならないと。何よ、冗談だってば。冗談。大丈夫だよ、安心して。バニラはずっとお兄ちゃんのそばにいてあげるから。誰か優しいお嫁さんがお兄ちゃんのところに来てくれるまでね。なのにあいつは消えちまったんだ。俺のせいで、俺のせいで。なあユキ、確かハイパニキークってキノコを食えばバニラの姿が見えるようになるんだったよな。そいつは東京の西部に生えてるんだろう。そうですけど。兄貴も探す気になったんだね。もちろんだ。俺にはどうしても言わなきゃいけねえことがあるんだよ。あいつに直接会ってその姿を見ながら。ニョロ、ポチ、列車の修理は無事に終わったわ。
ブレーキは効くようになったから、とりあえず名古屋までは行けると思う。名古屋まで？さすがに東京までは燃料が持たなそうなのよね。だから途中の名古屋で補給する必要があって。まあいいわ、どの道名古屋を経由するっていうのは前から決まってたことだし。では今日は一晩ゆっくり休んで。うん、僕は疲れてないから今すぐ出発できるよ。僕が運転してる間、みんなは客車で休めばいいんじゃない？本当に大丈夫ですか？任せてよ。ほなみんな、準備が済んだら列車に集合や。じゃあ私とレイチョはバニラを探してくるね。ああ、頼んだで。正気をって言ってたでしょ。その言葉の意味を考えてたんだ。実は前からうすうす思ってたことがあって、バニラが本当のことをみんなに言えなかったのもそれが理由だったりするんだ。だってマイクにいろいろとバレちゃったら困ったことになっちゃうじゃない？よくわからないんだけど、どういうこと？このことはまだ誰にも言わないでね。約束だよ。約束する。あのね、もしかしたら、もしかしたらだけど、頑張れ組の中にいるかもしれないの。あんなに栄えとった大都会の名古屋が、なんでこんなクソ田舎になってもうたんや！関西、あれ白川ひろみ？白川ひろみって誰やねん！なんであの漢字をひろみって読むのよ！いや、おかんが昔そう読んどったさかい。ここは岐阜県北西部に位置する白川郷。合掌造りの集落があることで知られている風光明媚な観光スポットみたいだけど。ほえ、そっか、ここから
心が現れるようですね。って、のどかな景色に見とれてる場合じゃないでしょ。まったくだ。我々はあの列車に乗って名古屋へと向かっていたはずではなかったか。おじ、一体どういうことなんだ。それが、その、僕にもよくわからなくて。はあ？あの線路は確かに名古屋へと続いてるはずだったんだ。なのに、いつの間にか。いつの間にかってレベルの間違いじゃないでしょ。だってしょうがないだろ。方位磁石は使えなかったし、夜の間は太陽も出てなくて。それで方向が分からなかったと。うん、あれ？でも、ちょっと待って、ここって岐阜県の北西部の方にあるんだよ。そうだけど、そうだそうだ、そうでした。私前に言いましたよね、ハイパニキークは東京の西部ともう一箇所、岐阜県の北西部にも自生してるって。そういえば確かに。ってこと、この辺にハイパニキークが生えてるかもしれないんだ。ありがとうポチ、そのためにみんなをここへ。いや、そういうわけじゃないんだけど。なんやポチ、バニラがなんか言うとるんか。うん、なんか感激して泣いてるみたいで。うんうん、そっか、バニラも気持ちは同じなのね。とにかくみんなで手分けしてハイパニキークを探してみよう。あ、その前にもう一度言っておきますね。ハイパニキークは風が吹くと独特の歌声で鳴くんです。パラリロラリロリロ、天使の歌声だね。はい、だからこの声が聞こえたら近くにハイパニキークがあるってことになります。わかったわ。ほな、早速やけど捜索開始や。了解。兄貴、大丈夫？あ、何がだよ。実は私気づいちゃってたんだよね。列車を降りてここまでやってくる間、兄貴がずっと左足をかばいながら歩いてたこと。もしかして昨日の怪我まだ治ってないんじゃ。うるせえな、大丈夫だよ。ほら、やっぱりハイパニキークは山岳地帯に生えてるって言ってた。その足じゃ険しい山道を歩いていくなんて無茶だよ。
からね。ハイパニキークの創作は私たちに任せて、兄貴はここで休んでてよ。休む、休むだって。そんなわけいくかよ。もうすぐバニラに会えるかもしれねえんだぞ。バニラはずっとお兄ちゃんのそばにいてあげるから。誰か優しいお嫁さんがお兄ちゃんのところに来てくれるまでね。俺はバニラに会ってどうしても謝らなきゃならねえんだ。だから頼む、俺のことはほっといて。ほっとくなんてできないよ。私は兄貴のことが心配なの。なんで俺のことなんか。だって兄貴は私にとってのヒーローだから。これお前にやるよ。ああ、だけど俺が持ってても意味ねえし、今まで一度も開いたことねえからさ。でもいいから持ってけって。それにしてもひどいことするよなあいつら。わざわざうちのクラスまでやってきてお前の教科書。暇な連中だぜ。突然こんなこと言っても信じてもらえないと思うけど、私人には見えないものが見えちゃうんだよね。ああ、幽霊とかだろ。学校中で噂になってるからな。だけど中には私の言うことを信じてくれない人たちもいて、嘘つきとかペテン師とかそんな風に言われちゃって、体操服も上履きももう何度買い替えたかわからない。そのこと裸足で授業を受けようかなーなんて思ったりもして。俺は普通にすげえと思うけどな。人には見えないものが見えるってなんかかっこいいじゃねえか。兄貴は信じてくれるの？もちろんだ。お前は頑張れ組の仲間だし、それにお前が嘘をつくような奴とは思えねえから。とにかくもう連中が何かしてくることはないと思うぜ。どうして？まあちょっとな。しばらくして人捨てに聞いたの。私に嫌がらせをしてきたみんなのこと、兄貴がコテンパンに叩きのめしてくれたって。だから兄貴は私にとってのヒーローなんだよ。そんな兄貴をほっとくなんて。わかったよ。だが
いくらなんでもここでじっとしてるわけにはいかねえ。俺もお前らと一緒にハイパニキークを探しに行く。それならいいだろ。うん、無茶しないって約束してくれるなら。ああ、大丈夫だ。行くぞ。